こんにちは。こんにちは。今日はどのような展示をされているんですか。はい、林喜一郎先生が今年の8月に亡くなられまして、で先生 の、 あの晩年というかもう再起に書かれた作品を展示して、林先生のちょっと足跡をたどってみたいなと思いまして展示させていただきました。ちょっと自分勉強不足でわからないんですけど、はい、林先生というのはどのようなことをされたんですか。はい、生まれは鹿児島の生まれだそうですけども、はい、上智大学卒業されて、その後、まあ、病があって、でその病気されてる時にいろんなことをまたお勉強されて、絵画の世界に進んで評論家というお立場になられて、新潟の県立美術館の館長をされまして、でその途中で池田20世紀美術館伊豆高原にある美術館の方に館長になっていただきたいという方 の、 創始者の方のお話で、池田20世紀美術館の館長さんもされて、でもそこも体感されたんですけども、ずっと稲取の風景がお気に召したそうで、その鹿児島から、まあ、東京の方にもお住まいがあったようですし、新潟の時には校舎もあったようですけど、別荘を稲取の入谷に構えて、晩年はそこでお過ごしになられてましたね。先生のお宅には、まあ、今回先生のコレクションは平成の20年に役場の方でコレクションを一回見せてくださってるんですけど、お宅にお邪魔すると先生の作品もございまして、で稲取の方々に先生のお人柄も含めてかな、知っていただけたらなと思いまして出させていただきました。ちなみにこれは来年もまた出す予定とか、なんかそういうのあるんですか。作品はたくさんあるようですね。で来年も、あるかもしれませんね。ちょっと今すぐに何とも申し上げにくいんですけれども、あるかもしれません。今回が初めて。今回初めてですね。まして今回水彩画をね5点出てるんですけども、2016年の作品なんですよ。で一番左側の方はコラージュ切り絵とか使ってらっしゃいまして、あれも今年の作品なんですね。でも、何年か前先生が青山で個展をされた時には抽象画のやはりご自分で描かれた作品を個展されていらっしゃいましたので、またこれと感じが違っている、すごくジャンルって言っていいのかな、広い方だなということを素人目には感じてますね。でもひとたびお話伺うといろんなことがご存知なんで、いくらでもなんか話に尽きない、いろいろなネタが、満載。ご覧いただければ分かるんですけど、ワインだったらワインのこともずっと調べてある、コーヒーだったらコーヒーの豆の産地からどうなってってところまで全部調べて自分のものにされている、それを手帳に綴ってあった、それが今度はご自宅にはお釈迦様の方のお勉強の方もあって、お釈迦様のその全部多分全部でしょうね、見方とかそのいろんなことを書かれてましたね。それを今回こういうことをするにあたって奥様から見させていただいて、しみじみと奥の深さ、それと同時に人の前で物を話すという時にはこれだけの何て言うかな知識が必要というかあるんだなということを感じました。普段お話ししてる時は全然そんなことは感じないんですけどね、穏やかに執筆されてたりされてる姿かなと思いましたね。